いつもお世話になります日本アジア投資株式会社代表取締役社長の下村でございます。2023年3月期の期末決算につきご説明いたします。本日ご説明するのはこのうち1番から4番までです。なお当社ではファンド連結基準と 従来連結基準の二つの連結数値を開示していますが、ここでは従来連結基準でご説明いたします。まずは全体の総括です。当期の実績は営業収益が三十億一千七百万円と二十五点二パーセントの増収となりましたが。 親会社株主に帰属する当期純利益は。二億六千九百万円の損失となりました。未上場株式と。プロジェクトの売却が好調で。増収となりました。一方。株式売却損の発生や。引き当て金の増加。プロジェクトからの。損失により。営業減価が増加し。 赤字となりました中期経営計画のうち数値計画の進捗状況を見ると当期の実績は営業収益は計画を上回るものの利益はし振ぶれました。2024年3月期の業績見込みは営業収益が23億円。 親会社株主に帰属する当期純利益は1億2千万円です。国内の未上場株式の売却益と物流施設や障害者グループホームプロジェクトの売却益により黒字回復を見込みます。しかしながら中期経営計画との比較では親会社株主に帰属する当期純利益は 7億3千万円の下振れとなりますその主な要因は株式売却益の低迷です投資先企業のうち IPO が延期となったものや IPO 後の株価が低迷したものがありました未上場株式の売却では交渉が想定よりも長期にわたり売却が実現しないものがありました 加えて、引当金の増加やプロジェクトの持ち分損失の増加も利益を下押しする要因となっています。プロジェクトの売却は、件数・金額ともに計画を上回っていますが、その他の下振れを全て補うには至らない見込みです。他方で、行動計画の進捗状況は順調です。 中期経営計画では、フィナンシャル投資資産を売却した資金をプロジェクト投資と戦略投資に振り向け、戦略投資の売却益を増加させる方針です。当期は、プロジェクト投資の実行が進捗したほか、新たな戦略投資先への投資も実行しました。また、戦略投資先企業の株式売却益も獲得しました。 2024年3月期は戦力投資先を中心に半存支援を強化し株式売却益を増加,させる見込みです加えて収益化の遅れているプロジェクトの支援を進め収益を改善する見込みです、M。M&A 仲介業務では子会社化したアジアンマーケット企画のリソースを活用し 収益の増加を見込みます。